ヨハン・ベッヒャー・ヨハン・ヨアヒム・ベッヒャーは、ドイツの医師、科学者、錬金術師、官房学者、なおベッシャーとも、ベッヒャーは、ドイツのシュパイアーの町で生まれ、父はベッヒャーが13歳の時に死去した。後に残され、少年だったベッヒャーは、30年戦争後の後輩した、ドイツで生計を立て、その行く先々で人に、自分の技を巧みに見せつける能力を得得してゆき、 ベッヒャーは1663年までに動物や植物、錬金術に関する数々の本を発表していった。ベッヒャーはマインツ大学の教授やドイツ宮廷で医師として活躍し、1670年にはバイエルン戦抵抗専属の医師にも任命された。ウィーンではドナウ川の砂を金にしようと試みるも失敗し、投獄された。その後、今度はオランダで、 海岸の砂を金に変えることができると議会を説得し、錬金術に必要だという名目で銀を要求し、集めた銀を携えて、イングランドへと逃げた。彼はイングランドへ渡った直後に、錬金術師としてスコットランドを旅し、その後にコーンウォール地方を一年かけて回った。ベッヒャーは1680年に王立教会に対し、 当時クリスティアーン・ホイフェンスが考案した時間の測定に振り子を用いる方法をやめるよう論文を提示したりした。1682年の10月にベッヒャーはロンドンで死去した。47歳だった。ベッヒャーは自分の表した著書にてモエルドという元素を発表したことで有名である。これはあらゆる可燃性物質に含まれており、 燃焼とはすなわち物質とこれとが分離することであると唱えた。これは、ベヒハーの死後、ドイツ人の医師であったゲオルク・エルンスト・シュタールに受け継がれ、1703年にシュタールはギリシャ語で火をつけるという意味を持つ、フロギーストン・フロギーストンという名称を与え、以後このベヒハーの説はフロギーストン説と呼ばれるようになり、その後の科学の歴史において大いなる変異をもたらした。 また彼自身は科学者であることを好んでいたようで、ペルシア王になれと言われたら死を選ぶと周囲に公言していた。ベッヒャーは30年戦争後の荒廃したドイツ・オーストリアの復興に際して、オーストリア政府に改革の提言を行っており、官房学の分野でも活躍している。彼は共同体を重視し、国家における共同体には、農民、職人、 商人からなる生産階級と、官僚、軍人、聖職者、知識人、医師、理髪師、浴場主などを含む共同体の奉仕者たちからなる不生産階級という2種類の階級があるとし、中でも不生産階級は公共の奉仕者であって、共同体によって報酬が支払われ、その規模は人口に比例する程度にとどまらなければならないとした。また、 前回級は消費の必要性によって互いに結びつけられ消費が共同体精神を生きた力にする唯一の中体であるとも考えていた。一方でベッヒャーは商業の育成にも関心を持っており政府の施策を重視していたことが伺える。共同体の生活を破壊する外国からの輸入品に対して彼は国内産業の保護を提唱し最も有害な状態として 独占、産業的無政府状態、パリポリアム、氷の3つを挙げている。すなわち独占は、過剰な利益を得ることで、他の人々の生計を容易に可能とする、はずの資源を奪い取り、無制限の営業の自由と、産業的諸領域の分裂は、人々の生計の維持を妨げて、貧困へと追いやり、氷と借金返済の不利行は販売者と購買者の、不和を急速に引き起こして、 共同体の一体性を破壊するとして、これらの望ましくない影響を食い止めるために、ベッヒャーは政府による監督と規制を提唱し、また政府が講演し、監督する、障子会社の設立を提案した。さらに彼は最低価格を保障するための、政府の農産物貯蔵という構想を提案し、また、経済政策は、政府、商人、製造業者の代表、農民の代表者からなる。 団体評議会によって指揮されるべきものとしていた。これらの政策に関する彼の所定言は、オーストリア政府の政策決定に、かなりの影響を与え、彼の著作は外してべての皇族。ヨーゼフ・シュンペーターは、経済生活の主導元であり、ベッヒハーによれば、精髄である人々の消費支出に基づく、分析的図式の理論的発見がベッヒハーに帰する、もので、ある人の支出は、 他の人の所得であり、言い換えれば消費者の資質は所得を生み出すという、ベッヒャーの観察を、ベッヒャーの原理と呼んでいた。また、ロッシャーによれば、ベッヒャー以前のドイツの経済学者のほとんどが、進学者や哲学者内し法律家であったけれども、その後、自然哲学の学とベッヒャーが官房学を、原学から解放し、官房学のより広範な需要を裏付ける。 実践的性格を付け加えたと評価されている。ありがとうございます。